皆さんこんにちは。アナウンサーとして活躍する井上聖花さん。今回は井上聖花がおギャルと言われる原因と肉体関係を持つ複数の大物の正体について紹介します。まずは井上聖花の経歴とプロフィールから紹介します。井上聖花、1995年4月23日に生まれ、フジテレビアナウンサー。大学在学中はセントフォースに所属し、2016年3月から2017年3月まで日本テレビ、ニュースゼロのお天気キャスターを吉原亜美、豊洋七街で1年間務めた。2018年4月、フジテレビアナウンサーとして入社。同期入社は杉原千尋、大川力、今湊敬樹。2021年3月29日から目覚ましテレビ、第8代女性総合司会に就任。三宅雅治、生田竜星と共同で担当する。2021年4月発売の週刊文春では、フジの複数のアナウンサーが都内の美容室でヘアカットなどを無料でしてもらった代わりに、店の SNS にヘアカット後の写真を掲載するなど宣伝に協力したことがステルスマーケティングに当たるのではないかなど関係者の話を交えて報じた。井上は総額90万円分ものサービスを受けていたという。それから1ヶ月以上経った5月28日、フジは定例会見で、社員就業規則に抵触する行為が認められたと発表し、その一方でステマには該当しないとした。この件について6月5日、井上は自身のインスタグラムを更新し、報道された件に関して、放送人として自覚を持って行動しなければならなかったと反省していますとコメントした。2022年3月25日、地元福岡県の福岡ペイペイドームで行われた福岡ソフトバンクホークス開幕戦で始球式を務めることとなった。井上は故郷で開幕戦の始球式という、こんなに光栄なことはありません。お話を聞いた瞬間は大変なことだ。始球式というのは遠い世界の話だと思っていましたし、私でいいんですか?と、とにかく驚きました。驚きと嬉しさと少しの緊張が未だに止まりませんが、大好きな福岡への思いも乗せて、素晴らしいシーズンになるように願い、精一杯、務めさせていただきますとコメントした。フジテレビの井上聖花アナウンサーが放送の FNS 明石家さんまの押し穴 GP に出演。意外すぎるをギャルぶりが明かされた。先輩の木村拓哉アナのミニマリストぶりが紹介された。家には炊飯器もなく、黒で統一された服はわずかな数の分が整然とハンガーに吊りされていた。会社のデスクも綺麗そのもの、香水と花瓶だけが隅に置かれ、さらば青春の三森田哲也からは死んだやつやんとからかわれた。木村アナと真反対な例に挙げられたのが井上アナのデスク。デスクの上にはせんべいやスナックなどのお菓子やペットボトルが3本などの食料が置かれ、紙資料も雑然と立てかけられた。透明シートのもとには割引チケットや領収書のような紙が乱雑に敷かれていた。キャスターを務める目覚ましテレビでは、よどみのない仕切りを見せる。フジの新エースのまさかの参上、スタジオからは汚なという声が上がった。井上アナは、違うんですよ、汚くなくて私的にはお菓子ゾーンとしてディスプレイされているんですと必死の言い訳も失笑が起きた。それでも私も急にどこかに取材に行かないといけないとか、ご飯買う時間なくてすぐに飛び出さなきゃいけない時とかに、ここのお菓子を持っていくんです、だから備蓄ゾーンなんですと空疎に言葉を重ねた。生田竜星アナからは、井上アナのデスク上のお茶が賞味期限が切れていたと暴露されると、ほんまでっか、テレビで共演する明石家さんまは、片付けられない女性なのかと呆れた様子。井上アナは違います、違いますと否定していた。隣席の山本健太アナからは、自分の席が収容できなくなると、お菓子を無理やりあげて、断捨話にかかると告発が。さんまはそういうやつやねん、わがままやろ、こないだ評論家の話聞いてたか、いえ、聞いてませんって。訳分からんとほんまでっかでのやり取りを再現されあれ、ほんまにあかんぞとガチトーンで説教された。3月に行われた関西コレクションでは、生田アナ、鈴木忠アナとともにモデルとして出演、アナウンサーの枠を超えた活躍を見せているが、まさかのウィークポイントがあった。
井上聖歌アナが結婚していて旦那さんがいるという噂があるようです。ですが調べたところ、井上アナが現在結婚しているという事実は見つかりませんでした。それどころか、井上アナに彼氏がいるという話や週刊誌に熱愛報道がキャッチされたりしたことも今のところは全くないようです。これだけの美人ですので、周囲の男性が放っておかないはずですが、目覚ましテレビのメインキャスター1を務めている現在は仕事の方が優先と考えている可能性もあります。結婚は30歳までにしたい、結婚についてどう考えているのかというインタビュー1に井上聖歌アナは答えたことがあります。どうやら井上アナに結婚願望はあるらしく、27歳から30歳までの間に結婚したい、おしゃれなレストランで指輪を渡されて、シンプルな言葉でプロポイチズされたいというのが理想なんだとか。井上アナは2024年現在29歳で、当初目標にしていた年齢になっているため、そろそろ結婚を意識していてもおかしくはないです。では井上聖歌アナが結婚を意識するような好きな男性のタイプはどんな人なのでしょうか。井上アナは年上の男性が好みらしく、性格は優しくて面白く、いざとなった時に頼れる人がタイプだと明かしており、結婚するなら明るくて頼れる優しい人が良いとのこと。ちなみに目覚ましテレビの公式 YouTube チャンネルでの井上王という企画で、王を系男子が好きというクイズが出題されたことがあります。気になる正解はロイチルキャベツ男子で、見た目は草食系ながら中身は肉食系のギャップがある男子が好きだと井上聖歌アナ自ら公表しています。井上アナは芸能人の中だと俳優の田中圭さんと山崎賢人さんが好きなようです。確かに2人とも見るからに肉食系という感じはしないですもんね。その他にも井上聖歌アナが過去に男性の好みについて明かしたことがあり、男性の服装はジーバンに T シャツなどのシンプルなファッションが好き、髪型については黒髪であまり長すぎない髪型が好き、くしやっと笑う笑顔が好みで、顎から首にかけてのラインが好きなようで、そこに筋が立ってるとほーってなります、だそうです。2019年11月11日放送の石橋貴明のタイムトンネルにて、石橋さんに彼氏いるの？と質問された井上聖歌アナは、今はまだいないからと明かしていました。それから3年近く経ちますが、ここまでほとんど情報が見つからない井上アナだけに、最近の恋愛事情が気になるところです。井上アナは結構好きな男性にこだわりがある感じがしますので、結婚に向けて理想の条件に合う男性を探している最中なのかもしれませんね。そもそもどうして井上聖歌アナに結婚していて旦那さんがいるという噂が流れているのでしょうか。可能性として考えられるのは、周囲の結婚にコメントした井上アナ自身が結婚したと誤解されて広まったということです。2022年4月6日、フリーチアナウンサー1の岡添巻アナが、レイチシングドライバー1の蒲生直哉さんとの結婚を発表。そして翌日7日の、目覚ましテレビ全部見せにて、その二遊一巣を伝えた井上聖歌アナは祝福のコメントをしています。その際、井上アナは、岡福さん、私にもわざわざ連絡くださって、でも、LNE 読解地やったからって、いつもと全然違う連絡手段できて、天然に磨きがかかってました。岡添さん、本当におめでとうございます。このようなコメントをしただけで、特に自身の結婚について明かしたわけではありませんでした。しかし、その発言をネットニュー1スなどで見た一部の視聴者の方が、井上アナが結婚したのだと勘違いしてになった可能性があります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。